ケース6、ビル1階、2階の居酒屋さんです。これ1階と2階分かれていますけども、まず1階のですね、奥の座席、そこだけについて、ここに示していますけども、1階の奥の客席は客席18、従業員含めて19人、床面積16平米、1人当たり床面積 0.84 平米ということで、かなり狭い感じになっています。平均滞在時間は1から2時間です。ただ店舗全体で言いますと、本来の在室者数は82人と大変多くなっています。まず1階の平面図を見ていただきますと、このようになってます。で、細長いレイアウトで、まず左のところの入り口からですね、入ってきます。で、廊下を通って奥に行くんですけども、この廊下沿いにですね、半個室のような部屋が A、B、C と、あります。で、ただこの通路と各半個室の間はですね、格子戸で仕切られているので、風の流通はかなりいいです。それからさらに奥に行きまして、そうすると図で言うと上の方がですね、奥の客席になっています。で、本来18席あります。で、括弧の9っていうのは現在は9人で営業しているということです。それからそれの右側と下側ですね、L 字型に厨房があります。で、全体の空気はですね、空気の入り口とすると基本的に入り口しかありません。入り口からずっと通路を伝わって空気が入ってきて、で、主に奥の客席を通って、厨房に流れていくという流れになっています。で、給排気でいきますと、排気口がついている場所が2箇所あって、手前のところの C という半個室の上が600立方メートル毎日。これは最近清掃したところということ。したばかりということ。それから、実は同じ形の排気口が奥の客席に1つあるんですけども、これは100リューベイと、流量がずいぶん小さくてですね、ひょっとしたらこれ、清掃、目詰まりとかしていて、本来の能力が出ていないんではないかというふうにも思われました。それからですね、この下に写真がありますけど、扇風機が1台あって、これは客席のちょうど真ん中辺にあるんですけど、これは向きが非常にいい感じで機能していました。で、まずですね、これ主な排気は客席からされています、厨房からされていますので、ちょっと厨房の給排気について、ご説明します。これやや複雑なんですけども、右の写真を見てください。赤が排気で、ちょっと見にくいですけど、このステンレスの箱のようなですね、レンジフードが、実は計4台この厨房にあります。あとですね、水色のところがエアコンの吹き出し口で、これは厨房が熱くなるので、どうしても欲しいということで稼働しています。4箇所あります。それから青で書きましたのが、長方形のこの縦線が見えますけども、こういう吸気口が計6箇所あるということになってまして、ただですね、これ実は、排気量はそこそこ多いんですけども、この近くでエアコンが吹き出していて、かつ吸気口から空気も入ってくるということで、例えば吸気口からせっかく入った空気は、いわゆるショートカットしてしまって、もうすぐそのレンジフードから出てしまうんですね。そうするとこれ実はせっかく排気していても何の意味もなくなってしまうんです。それなので、調査の結果ですね、左上に文字で書きましたけど、吸気口はもう切ってくださいというふうにお願いしました。すべて切っていただく。ただ、エアコンの吹き出し口も本当は切りたいところなんですが、これは店と相談したところ、どうしても暑いから、これだけは許してくれということで、弱運転でですね、運転していただくことにしました。でも、これでいきますとですね、この真ん中の図です。赤の矢印で、レンジフードの能力が上から360、560、450、から一番下が1500と、全部で足すと2860リューベイという、結構大きな排気してます。ただ、エアコンの出口がですね、4箇所あって1060ということで、これはそのまま排気能力を食ってしまうので、正味の排気量とすると、
この差し引き1800リューベ毎日という、まあ、厨房からの賞味の排気量が1800ということになっています。でこれで1階の、まあ、給排気を改めて見ていただくのがこの右側の図なんですけども、この奥の客席と厨房のところで見ていただくと、厨房からは賞味1800出ているんですね。それから奥の客席からは天井から100出ていると、1900出ていきます。でところでですね、1900なんだけれども、実はこの、廊下 の通路のところから下向きの300っていうところでですね、この厨房の入り口から300が厨房の方に行ってしまっているということが分かりました。そうするとですね、この客席部分の気流の量は、1900から300引くと1600という、1600リューベンがこの客室に流れ込んでいるということになりました。で、まあ、現在の状況と対策、状況をですね、ちょっとまとめますと、左の方ですね、換気の方法とすると店舗の入り口から給気していると。で、厨房の換気扇と2箇所の排気口から排気しています。で奥の客室について言いますと、排気量が1600ですね。それから入り口付近の個室はちょっと特定できないですけども、まあ、C の客、あの個室からは、600という空気が出ています。でこれで、評価をしたのが下のところでまとめて言いますと、まず奥の客席について言いますと、給排気量はですね、1600ということで、これはまずまずですね、換気回数42回ということで、それから1人当たりの換気量が84リューベ、気流の流れ方向は OK です。それから、換気シミュレーターによる二酸化炭素の予測値は830ということで良好ということ。ただ注意はですね、空気の入り口は玄関だけに頼っているので、この玄関の窓開けはもう必須だと。それから厨房の給排気についてはですね、先ほど言ったように、給気を止めるですとか、冷風の吹き出しを弱にするとか、これはお店の方にもう注意してますけども、その辺のところはぜひ注意してやっていただくということ。それとですね、この図のですね、ちょうど真ん中辺なんですけども、ちょっと小さい字でこう閉めると書いてあるところがあります。これ実はドアがありまして、お店の方はこのドアを開けようかということを言われてたんですけども、ここを開けてしまうとですね、この入り口からその ABC の部屋に空気が流れにくくなってしまうので、ここは閉めていただいた方がいいですね。それからこの入り口の個室 ABC についてですけども、AB 室は、まあ、空気の流れはそこそこいいんですけども、はっきりした排気がないもんですから、これ定員それぞれ4人のところ2人で使っていただくというふうにといいと考えます。それから C 室については換気が良いので、これは定員の4人で OK ということになります。次にですね、2階の状況を見ていただきます。2階がですね、この図で下から上がっていきまして、下のところから2階に上がります。そうするとまず右ですね。廊下を通って右の客室なんですが、これはそもそもですね、30人入るというかなり大きな部屋ではあるんですが、実は天井の排気ですね、1階にあったような排気装置が100と100、200しかありません。それから空気の入り口もないので、この窓開けをしていく必要があります。していただく必要があります。それからあと左側の方の部屋ですね。上がって左の方に曲がりますと、計4室あります。小さな部屋です。B、C、D、E とありまして、で、ここのですね、排気がですね、廊下の奥が130、それから C 室には220という排気がありますけども、他は排気がありません。それから給気もですね、実はありませんので、B、C、D は窓がついてますので、これは使うとしたらそれぞれ開けていただく必要があります。それから E の部屋ですね。この E の部屋はこれ全く密室になってますので、これはちょっとどうしようもないので、この E の部屋は使っていただかない方がまあいいと思います。それで、
この結果をまとめますと、次のページで、このようになってまして、現状をまとめますと、左の方ですね、換気の方法としては、まず吸気口がないというところで、窓開けをしていただかないと使えないと。それから排気口が計5箇所あります。下の厨房というところにもあるんですけどね、5箇所あるんだけど、いずれもですね、100から200リューベ程度で非常に弱いと。で、換気量全部足しても700程度です。で、換気状況の評価で言いますと、現状ではですね、もし窓開けをしないと、もうどの部屋も密室状態で、これは使用には適さないということになります。密室状態になります。対策としてはですね、例えば A、B、C、D の部屋については窓を開けていただければ、それなりの吸気はあると。それから、換気の方もそこそこあるということで、A は2人ですね。から B と B は2人。それから D も2人ですね。それから C の部屋、これ、もともとは10人の定員なんですけども、この C は4人ということで、そこまでの人数なら使っていただけると思います。それから E 室については、使用をお勧めしませんという状況になります。はい、それでは、気流のシミュレーションを示します。今示しているのは1階部分の奥の客席を示しています。奥の客席で、右側がこれカウンターになっていて、左側のところがテーブル席です。で、先ほど厨房とありましたが、この厨房は、この右の、外側がこう厨房になっているのと、あとこのお店は、この下の、奥側ですね、も、同じように厨房としてつながって、そしてこの左側のところが、ずっと先に、店の入り口につながっているという形です。したがって、この左から空気は入ってきて、この厨房と、の方から出ていく。そして上に換気風量100と少ないんですけども、換気扇がついているというのが、この、客席かなというふうに思います。はい。で、この店舗に関して、まず、ここの客席の人が排出したエアロゾルです。ここから、扉の方から入ってきた空気とともに、まず1分ぐらいでやはり、狭いので、まず1回充満します。そして上の換気扇の風量が弱いので、一度充満してしまいますけれども、厨房の方からは強く効いているので、カウンターのところからこう出ていって、5分ぐらい経つと、比較的空気は入れ替わるというのが現状かなというところです。で、同じように、この客席の人、はい、エアロゾルはこのように天井に行きます。そして天井から完全に吸われてしまえば終わりなんですけど、やっぱり100だと吸い切れないということで、客席部分にこう落ちてくると。そして、厨房の方からこう吸われていって、だんだん4分、5分と経つところで空気が入れ替わるという形かなというふうに思います。次にこのカウンターの席ですね。カウンターの席は人は目の前にこう厨房に行くのがあるんですけど、実はこれちょっと天井からこう壁みたいなのもついてるに従って上までは空いてないという構造なんですけど、しかし、基本的にはカウンターの方からも吸われていく。ただ吸い切れなくて一部、1分ぐらいでは充満してしまいますが、同じように3分、4分と経てば空気は入れ替わるというような状況になっています。これが1階の奥ですね。そしてですね、これは、この換気扇をですね、掃除したらおそらく100から5、600ぐらいまで上がるんじゃないかという過程で、この換気風量を強くした場合をちょっと想定しましたが、先ほどよりはですね、より天井から吸われるというふうな形になるわけですね。で、そうすると、この客席の人もですね、天井からうまく吸ってくれると、最初は少しこう1分ぐらいで充満しますが、先ほどよりは多少早くですね、3分ぐらいで入れ替わると。少し早くなったかなという感じだとは思います。はい。で、1階部分は以上です。で、次が2階部分のシミュレーションを示します。まずですね、C の部屋には天井のところに換気扇がついています。そして、この B と D と E のこの真ん中のところですね。ここにもついています。ただ、いずれも換気風量はそんなに強くないという現状です。そうすると、この1階部分の階段から入ってきた空気、そしてこれ窓を開けている状況ですね。この3つの窓から入った空気とが合わさって、この換気扇から吸われていくというのが、まず現状になっている形になります。そしてですね、
次に、これ窓を閉めたのをちょっと出しました。最初は窓を閉めていて、つまり空気の入り口は1階部分、あるいは2階の奥の客席だけの場合には、ここからしか入ってこない。そして換気扇から出ていくという形で、やはり特にこの B 室に関しては、全然空気が滞留している。C 室もそうですよね。まあ、空気が入るとこがないわけですから、換気扇があっても、まあ、滞留しやすいというのは、これでわかるかと思います。で次に、窓を開けて、ここの C 室の方のエアロゾルがどうなるか。まあ、C 室は上に換気扇が、まあ、風量が少ないとはついていますから、まあ、比較的こう天井から吸われていくという形になります。少し吸い切れないものが、まあ、4分、5分ぐらいで多少部屋の中にありますけども、基本的にこの C 室に関しては、まあ、換気扇がやはりありますから問題がないという形です。しかし、窓を閉めてですね、C 室を使うと、空気の入り口が、その1階部分の階段とかにしかならないということで、まあ、先ほどよりはやはり滞留しがちですが、ただまあ空気の通り道はできているのでね、C 室に関しては閉めていてもそこまですごく悪いってことはないです。で、次にですね、窓を閉めた状態ですけれども、この E 室ですね、E 室のエアロゾルを見てみます。そうすると E 室はもともと密室でしたが、まあ一部、この弱い換気扇から、この左のところからも吸われますけれども、やはり風量が弱いので、なんとですね、3分、4分と経つと、この B 室とか D 室の方にも充満してしまうというようなのが見えてきます。これは、実は、ちょっと待ってくださいね。窓を開けていても同じで、窓を開けていると空気の出入りがあるはずなんですけども、B 室や、D 室の方にも、流れていく。で、一部そこからも出ていくというような形になっています。したがって E 室の影響が他の部屋にも多少いくというのがわかります。次に B 室ですね。B 室はもともと換気扇が全くないと。で窓を開けていれば、多少こういう形でもちろん空気の通り道はできるという形になっていますけれども、この B 室の方はですね、窓を開けて換気扇をつけている状況。しかし換気扇の風量がやはり弱いので、ほとんどこう充満しがちになるというのが見えて取れます。4分経ってもまだちょっと残ってますかね、というような状況。したがって例えばですね、換気扇の風量をこう強くするんですね。まあ掃除すれば500、600ぐらいまで上がるだろうと、まあ1階部分の方と同じようにそう仮定すると空気の、入れ替わりは良くなると思われまして、実際この B 室であってもですね、換気扇をしっかり掃除して風量を確保することで、まあ先ほどほどこの B 室も真っ赤に染まることはないという形ですよね。まあ、比較的2分3分で窓を開けていけば吸われていくというような状況が見えます。そして最後にこの D 室ですね。D 室も B 室と同じように、窓を開けてないとダメですし、開けていても現状の換気扇の風量ではやはりこう2分ぐらい経ってもまだまだ滞留してしまうと。まあ、なんとか5分経てば、消えてくるかなというところではありますけれども、換気扇の風量ですね。掃除して強くした場合には、先ほどよりは良くなってきますかね。まあ3分ぐらいでほぼ綺麗になるという形で、まあ、換気扇をしっかり、あるものを有効活用しましょうというところかなというふうに思います。ケース6をまとめます。評価結果としますと、1階は現状で厨房の排気が客席の換気を賄っているので良好ですと。ただし入り口付近の個室 A、B については各2人で使ってください。から2階ですね。現状では換気不良で使用には適しません。排気口を運転してかつ窓を開ければ A、B、C、D 室については人数を減らして使うことができます。E 室の使用は進めません。から推奨事項としましては、1階の厨房の給排気の運転、レンジフードはオン、エアコンは弱運転、吸気口はオフでお願いします。玄関は常時開けてくださいと。高窓を開けることでも OK です。1階廊下左側の戸ですね。先ほどの廊下の途中の扉。あそこは閉めてください。それから排気口の清掃ですね。これ最近清掃した1階の C 個室の排気量だけが大きいので、
まあ、他もかなり改善する可能性がありますので、清掃点検についてご検討ください。それから1階奥の部屋に換気扇がありましたけども、これは有効ですということで、本ケースをモデルにしますと、まず1階については、まあ、外略良好ということで、このトンネルのモデルで、吸気も排気も大きくて、客フロアをずっと通過して空気が流れているということになります。それから2階ですね。2階は、まあ、吸気がないのと、排気ももともと非常に弱いということで、客フロア、お客さんのところを通る空気量が非常に少なくて、これは問題が多いという状況になります。以上です。